トゥーリオ選手と今野選手に来ていただきました。トゥーリオ選手が今野選手を捕まえて来てくれました。おめでとうございます。俺ですか。ありがとうございます。ではまずトゥーリオ選手に伺いますけれども、夢にも見えないぐらい遠い存在だったと言っていたワールドカップ出場をつかみ取りました。今どんなお気持ちですか。もう最高です。もうレフリーにも勝って、相手にも勝って、もうこれ以上はないと思います。今日のゲームを振り返って非常に気迫みなぎっていたと思いますが、チーム全体にどうご覧になりました。いやもう試合自体サッカーになれなかったんですけど、もうどうせ相手も、まあ、本当に戦いみたいな感じだったんで、それに負けなかったことは本当に良かったと思います。今野選手も非常に激しいゲームになってベンチから見ていてこうもどかしい気持ちいろいろあったと思いますけれども、どうご覧になってましたか。いやもどかしい気持ちというより選手みんなが戦ってたんですごく感動しました。はい、痛い痛い痛い。今のトゥーリオ選手それは嘘だろうという感じですか。いやいやいや、もう本当にいつも助けてもらってます。いじめられてます。本当にこうチームの雰囲気がいいんだなということがよくわかる今のお二人の表情ですが、今野さん、このチームっていうのは今野さんにとってどんなチームですか。え、どんなチームですか。答えるとこだろう。あ、すごいまとまってるし、明るいしすごく楽しいです。はい、近藤さんもさらにこの1年間さらにこうレベルアップをしていって本大会をつかみ取るという気持ち強くしていると思いますが。そうですね、まだまだ足りない部分が多いんで一生懸命頑張ってみんなに追いついて頑張りたいと思います。はい、そしてトゥーリオ選手、田中達也選手や山田直樹選手といったチームメイトで離脱した選手がいましたけれども、彼らの分にもという気持ちも本当にあったと思いますが、まあ、厳しい試合になったんでね、出れなかった選手もいただろうし、その分もみんな気持ち引き締めて、やれたことは良かったと思います。本当におめでとうございました。ありがとうございました。